さあ皆さん、いかがお過ごしですか。ホープフルステークスでもう本当にちょっと私、気力が失せました。どうしたんだガストリック。スタートは出たけども、そこからスピードに乗っていけなかったっていうんで、あの後ろからのレースになってスローペースになりました。1、2着は前行った馬2頭です。そして3着に来たのがキングズレイン、これ強いですね。4着馬も強いですね。ファントムシーフ、来年主役を張るって言ってましたね。張れるようになるんじゃないかってね、福永ジョッキーがジャッジしてましたので間違いなくなりますね。あの大外カプチーノはあれはちょっともうちょっとですね、まだ2歳ですからね。スローでやっぱ後ろから来た馬は強いです。はい、後ろから来れなかったんですね、ガストリックということで。私もうお酒今日飲みたくないのでガスウォーターで、炭の酸の水で、ザンのパイ、お疲れ様です。もう今日明日はもう夜はもう食べません。もうこれだけです。昼にご飯を食べまして、明日も昼だけ、もう内臓を休ませます。1日1食、この2日間は1日1食にします。でお酒も飲みません明日も。明日カトリーヌの誕生日なので、カトリーヌにケーキを、予約してあるので、ほんのちっちゃいやつですけどね、犬用の。まあそれは明日動画撮りますけど、いやー、馬ができてなかったのかな。トースポン早かったんだけどな。年明けて共同通信杯出てきてほしいですね、ガストリック。仕上げたなかったのかな、プラス8キロぐらいでしたかね。まあしょうがないしょうがない。はい、だからもうちょっとがっかりしちゃった。こうさー、もう一回も出せませんでした。あれ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 もうちょっとね。でも取った方は246万、おめでとうございます。そして3連複も23万ぐらいですか。ワイディも万馬券2つ、そして馬タンも10万近かったですね。で馬連が6万円で取った方おめでとうございます。単勝取った方9000円でおめでとうございます。取る方いるんです、取れない方の方が多いんです。取れない方でございます、私。有馬記念も今日も、はい、今日はもう軽かったですよ。明日ですよ皆さん、明日買いますよ。明日カトリーヌの誕生日なので、もうカトリーヌの12月29日4歳になりますので、カトリーヌ馬券でございます。はい、12月29日がカトリーヌの誕生日で、5月29日が妻の誕生日なので、この4頭、ノトゥールの竹さん、そして名将ハリオ、浜中さん、それからカジノフォンテン三日本さん、そしてで12番アトミックフォースは元橋さん、はい、この4頭にあと1頭足します。あと1頭何だと思いますか。これ穴っぽいな、穴開けてくれねえかな、3着でいいかな。ドスハーツ、4番ドスハーツ、はい、この5頭のボックスです。ボックス、ウマレンワイディ3連単、ウマレンワイディ3連単買います。はい、今回たけし君湘南なでしこ乗るんですけど、これ来たら外れます。でレッドガラン岩田のお父っつぁんが来たら外れます。もう何でもいいです。はい、もう100円ずつ買います。ウマレンワイディ3連単です。ということで
明日もう今日仕事納めで明日から冬休みお正月休み入る方、1年間お疲れ様でした。そして私の動画を見てくださった皆さんも1年間ありがとうございました。ただ動画はまだアップする予定です。ゴルフ動画も上げてますのでぜひ見てください。先日横浜の鶴見の方に行って、撮ってまいりまして、元日本アマもうトップを取った方、ミッドアマを取った方、藤田太さんのところ行ってまいりましたので、ぜひ、ゴルフに興味ある方、競馬興味ある方、お酒興味ある方、YouTube 見てくださいましてありがとうございました。明日東京大商店です。100円でも楽しみましょう。三浦昴生、亜生昴生、どうせどうせばいいんだ。来年以降も応援しますが、人気のない時に来そうな気はします。まあでも前向きにいきましょう。前向きに取った方本当に素晴らしい、いい年末ですね。もう年末ジャンボですね。ジャンボが当たったようなもんですね。ですからあまり無理しないでくださいね。寒いですから風邪ひかないでください。そして日本海側の雪が結構降る場所がありますので、天気予報は気にしながら、無理のない行動をとってください。それでは皆さんお疲れ様でございました。開いてます。